全員、いるな。よし。失われた旧世界の遺跡か。面白い。遺産は目の前。だといいんだがな。よし、行くぞ。ねえ。ねえ。ハイドったら、ん?声が聞こえる。起きて起きて起きてったら、ねえハイド。うん、さくら、やっと起きたのね。まったく、もういつまで寝てるつもりなのよ。なんだよ、もう少しゆっくり寝かせとけよ。こんなに寝といて何言ってるのよ。いい加減起きないとお昼になっちゃうわよ。いいよ別に。ダメ、早く起きなさいよ。もうご飯できてるんだから。ご飯か。どう、起きた？ご飯という言葉に反応して。おかげさまで。どういたしまして。じゃあ私先に下に行って待ってるから、ちゃんと来てね。はいはい。二度寝しちゃダメよ。起きるか。飯だし。日頃誰かさんに食わされたれるもんとは運命の差だな。それ誰のこと言ってるのよ。さあ、いや仲がいいとかじゃなくて。でも本当、ハイドったら私が起こさなかったら本当にいつまでも寝てるんだから。眠い時は何やったってダメなんだよ。だからゆっくり寝かせとけ。何よ、ハイドがだらしないだけじゃない。っていうかお前、世話女房みたいな口聞くな。何よ。いや、元気とかそういうんじゃなくて。ねえハイド、この後洞窟に入るんでしょ。うん。でもハイドの聞いてきたっていう情報、本当に信憑性あるの？お前まだそんなこと言ってんのかんだよ。だって、いかにもうさんくさいじゃない。伝説の古代遺跡の噂なんて、どうせまたガセネタでも捕まされてたんじゃないの？そんなのまだわかんないだろ。それに
それをこれから調べに行くんじゃねえかねえか。それはそうかもしれないけど。なあ、そうだけど。そうなの？あなた、まさかおじけづいたんじゃないでしょうね。そんなことあるか。モンスタークラッカーでビビるわけねえだろ。本当か？冒険者ギルド？そうだな。後で行ってみるよ。はぁ？お前無茶言って言うなよ。最近の子供はわからん。じゃあ、ハイド。